伏見桃山城運動公園にある、模擬天守桃山丘陵は、京都市伏見区の中央、宇治川の北側に位置する、標高約100メートルの丘陵。四月と文後橋と、小倉池、と名所津江旧伏見城大手門桃山五陵丘陵と、その周辺は、桃山と呼ばれ、かつての伏見城と多くの大名屋敷が集まり、一大政治都市として発展した地区であり、 域内の町名にその名残を留めている。慶長3年8月18日に豊臣秀吉が生涯を閉じたのも、慶長8年徳川家康が将軍宣言を受けたのも、この桃山にあった伏見城においてである。桃山丘陵は東山から深草丘陵を経た連なりの最南端に位置し、京都市伏見区桃山地区の北半分を占める。伏見城追記前には、 小畑山と呼ばれており、山頂には漢武天皇の御捧ぎがあったとも言われる。廃城の後、元禄時代頃までに桃の木が植えられ、安永9年、伏見館が発行された頃から桃山と呼ばれるようになり、織田、豊臣政権期の時代区分、安土桃山時代や、その時代に花開いた桃山文化などの故障のもととなった。 平安時代より、関月の名所として知られたしずきは、丘陵の南北に位置して、南に、小倉池を一望する、風光明媚な地であり、立花の都室賀によって、伏見山荘が営まれ、秀吉も最初ここに、隠居屋敷を築いた。丘陵の最六の城下町伏見は、秀吉の伏見城築城が本格化するに、友内城から西へのビルを手筋を東西軸として、 五番の目に街路が整備され、桃山地区には、各大名の屋敷が立ち並んだ。大手筋に面して立つ、五皇宮神社の表門は、かつての伏見城を大手門とされている。伏見はかつて、福水とも書かれていたほどに、質の高い伏流水が豊富な地で、桃山丘陵をくぐった御代が、山麓近くで湧き水となって現れることから、日本を代表する酒どころとなった。 五光宮の境内に湧く五光水は名水百選に選定されている。明治初年には丘陵の大半が皇室御領地となっていたが、大正初年には伏見城の本丸跡に明治天皇の三笹木が造営される。笹層に合わせ、最寄りの桃山駅には貴品室が設けられるなど、拡張整備され、戦前には修学旅行のコースにも組み込まれるなど、 参拝客が多く、周辺は高級住宅地としても人気があった。1964年には、伏見城の天守が復元され伏見桃山城、キャッスルランドという遊園地が開設された。現在は、伏見桃山寮や柏原城のある、桃山寮墓地、野木神社や伏見桃山城運動公園などがある。他は、完成な住宅街であり、学校も多く立地しているが、 緑豊かな単調地としても知られる。ありがとうございます。